はい、どうも、親父のお昼ご飯の時間でございます。今日はこちらホットモットさんのね、海鮮天丼560円税込み、こちらを購入してきたんでね、これを食べたいと思います。天丼のタレがついてるんでね、これをかけて。今日はね、お休みだったんです。で、うちの母親の病院をちょっとね、連れて行ったんですけど、それから少しだけ近場の、結構タレがたっぷり入ってるな、リサイクルショップ、ハードオフ、ブックオフなんかをね、ちょっとまばってきた次第です。お箸、普通の使うか。ホットモットね、久しぶりでございます。思い立ったかのように、買ってきました。どれがどれだろうな。なんだこれ。これはエビでしょ？エビが2つ入ってるから、エビを先にちょっと食べよう。うん。うめえ、ジンク。結構エビが肉厚。うん。これ何かな。さやエンドウみたいなのが入ってるね。あとイカっぽいのとレンコンっぽいのと、これがイカだな。じゃあこれ魚かなんかかな。ちょっとこれ一回食べてみます。うん、ホタテ、アメージング。相当早く出てきたからさ、ちょっと心配だったんだけど、おいしい。うん、甘くておいしい。タレたっぷりだからご飯がもうつゆだく。イカ、うん、イカ柔らかい。海鮮天とじっていうのもあったんだけど、サクサクと食べたかったから普通の天丼にしました。レンコン、うん、この食感、このおしんこって弥生県のかな。魚は何かな。白身フライ、白身魚かな。うん、ご飯もおいしい。
白身。おいしいおいしい。ふわふわ。エビはやっぱり2個欲しいね、2本。最初と最後でいきたい。熱い。はい、ってことでね、ホットモットさんの海鮮天丼560円、美味しくいただきました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。